林清市は中華人民共和国産東省、領城市に位置する研究市。かつて清川が近くを流れていたことから林清氏と名付けられた。市の総面積は955平方キロメートル、人口は約72万人で、内宿人口は14万3000人。古来、大運河に面した交通の要衝として、商業の町として栄えてきた。 日中戦争当時の国民党軍の優勝、長寿中や、文学者、紀仙派らの出身地でもある。林清志氏は、山東省西部、黄河河流の中石平野に位置し、地勢は平坦で、西南から東北に向けて傾斜しており、海抜は29メートルから38メートルの間になる。古代から高河の洪水の影響を受け、 低い下やくぼ地が工作する備地形が形成されてきた。林清ヨシは温暖湿潤気候に属し、年平均気温は12.8度であるが、これまでの最高気温は41.4度、最低気温はマイナス22.1度と差が大きい。年平均降水量は5 9 0 4ト、mm、ルで、早及び変南風が年間を通して吹く。無双期は1年で、 平均205日。市域内を流れる主な河川には、栄川、栄栗大運河、湖運河、馬方川がある。全館により設置された西縁県を前身とするを。西縁県は古六軍に属し、後には義軍に属した。三国時代の義、及び、精神の時期には、紀州洋平軍に属している。五古十六国時代には後町が支配し、 330年には臨機予試験と改められ現在まで使用されている。当庁は772年に臨機予試験を廃止し長住県に統合、盲州栄州海州により管轄された。宋代から近代にかけては大名府などに、現代には中所省牧州に、秋代には三等衆不正止し東商府に属し、百八十九年には、 林清志県より林清志州に昇格した。隋が築いた大運河はこの地に繁栄をもたらした。民進大の林清志州は京区井大運河沿いの総運の中心で繁華な商業都市であった。さらに織物やレンガなどの生産を行う工業都市でもあり、資金城などの建設に用いられたレンガもここから運ばれた。また秋夜には林清志は、 全国16大都市の一つに数えられている。現在の林清市に残る仏塔やモスク、運河の石書などの史跡の多くは秋夜に遡る。中華民国が建国されると、1912年の中西廃止に伴い林清市は再び県となり、まず住み道に、ついで東林道、徳林道に属した。1945年9月に、 中国共産党による実効支配が始まると、避難業所第一選書のもとに、臨機予試験及び臨機予試が設置された。中華人民共和国の建国当時は、臨機予試験及び臨機予試は、河北省簡単の管轄とされたが、1952年11月の行政区画変更により、三島省特殊選区に属し同年12月には、 両城戦区に移管されている。1958年に林清吉県と林清吉市を統合し新たな林清吉市とされたが、1963年に再び林清吉市県とされている。1983年に研究市の林清吉市が設置され現在に至っている。市内には105万1100世の農地があり、主な農作物は小麦、とうもろこし、綿花、梨など、 特に綿花栽培の歴史が長く、綿号の呼び名があり、中国の有質綿基地の一つになっている。工業は、低貿石と機械工業が中心で、タバコ、製薬、発電、建材、食品、企画、製紙、化学工業などもある。交通は主便で、北京と香港を結ぶ京急鉄路、および内陸水運の幹線である京区運河が死を南北に貫き、 小級幹線道路が東西を貫く。ナショナルポピュレーション、スタティスティックスマテリアルズバイカウンティーシティから1999ピリオド、イン、チャイナカウンティーシティーポピュレーション1999、ハーバードチャイナヒストリカル GIS 当時、中国全土で活躍した、気象は次のように、全中国の大都市を評価している。現在で言う都会とは、大きい順から量計。 チャンス、石膏、広の紹介、ついで、いける、待つ、順、用の諸夫、臨機をし、再燃の諸州、義魔、武庫の諸券、売り衆、軽徳の諸賃。ありがとうございます。